ああ、君たちが夜墓、この先の岩場で仲間が待ってるからそっちに向かってくれ。ただ砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったらここで交換していった方がいいな。何か交換していくかい？
ルービーからオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし、効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。そういう雑なところを人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。それでは。秘密。諦めずに奮闘を続けてもらう。